探すんだ。開かねえな。鍵を探すか。金欲しさの誘拐か。座敷わらし、ひどい目に遭ってなければいいけど。ずっと泣いてる。子供を泣かせる奴にろくなのはいねえよ。朝に合わせてやるよ。仏壇か？力を使え。姿が見えるようになるはずだ。まさか仏壇を丸ごと隠してやがるとはな。この図だと右下あたりか。座敷わらしはここだね。ここか。油断するなよ。武田家シートはこのことだな。座敷わらしは返してもらうよ。やっと手に入れたんだ、座敷わらし。クソ野郎が死んでまで金に執着しやがって。こんなやつは印で払っちまうぞ。欲深いのもほどほどにしてほしいね。さてと、あとは塩せんべいだな。もう自由だからね。やっぱ幸運はなしかよ。はい、ばあさん、やってくれたな。そう怒るな。この子を泣かせんと不幸になるぞ。これじゃ家主のじいさんと変わらんわい。やれやれ、会えてよかったですね。おかげさまで。ありがとうございました。これで思い残すことはありません。